マリア・テツツリア、アブラモバ・メンデリソン・プロコフィエヴ九1968年6月8日は、ロシアの詩人、作家、翻訳家。ミーラ・メンデリソンと呼ばれることが多い。作曲家のセルゲイ・プロコフィエフの2番目の妻。夫が書いた、オペラ、修道院での婚約、真の男の物語、戦争と平和、そして、バレエ、石の花でリブレットを共作している。 1915年1月8日に、キエフで生まれた。アブラム・ソロモノビチとベラ・ナタノブナ・メンデルソンの間に誕生した一人っ子だった。父は、経済学者で統計家、母は、ソビエト連邦共産党党員としての業績によって、認められた人物だった。若い頃から、モスクワの原プラン研究所のエネルギー部門で、高等教育を開始し、その後、 マクシム・ゴーリキー文学大学へ移って、試作と英語翻訳を専攻した。ミイラがプロコフィエフと最初に出会った時のことに関して、また、彼女と既婚の作曲家との仕事を通じた、関係性が今外の常時に発展していった過程の詳細は知られていない。ミイラの回雇録によると、二人は1938年8月にキスロボツクの行落地で出会っており、 この時は両者ともそれぞれの家族と同地で休暇を取っていたという。彼女の記憶では、アレクサンドル・フェルスマンの息子が、この場所にプロコフィエフが来ていると自分の注意を引いてくれたそうで、ある。その後まもなく、彼女は初めてこの作曲家と出会うことになる。お昼時に小柄な女性がサナトリウムのダイニングに姿を現し、それに続いて波外れて、歩幅が大きく、 非常に真剣な表情をした長身の男性が入ってきました。多分、これが世に言う、一目惚れというものなのでしょう。完全な別離に至る前の一年以内に、当時の妻だったリーナがプロコフィエフに宛てた手紙で、彼女はメンデリソンが計算ずくで彼を追いかけたことを非難している。最初に出会った後に、あなたが何を書いたか思い出してください。ほとんどあなたが、 メンデリソンとその家族を選んだのではなく、彼らの方があなたを選んだからどこである保養地で引く砂流ではない、セルゲイ・セルゲイ・エビチ・プロコフィエフこの国を率いる、作曲家、家族的な雰囲気をまとう有名人、2倍の歳を取っている。きっとあなたは、一目ぼれと言うだろう。誰がそれを信じるキスロボツクでは、彼女がどこにいてもあなたを追っていたという事実に対し、 十分な目撃情報があるのです。8月26日に初めての会話を交わした後、メンデリソンとプロコフィエフは共に散歩をして音楽や文学について語り合うようになった。メンデリソンは後にプロコフィエフの外国風の上品さと魅力に魅了されていたと書いている。プロコフィエフはかつて夢中になったニーナ・メシュチェルスカヤや,や イダル・ビンシュタインに似た彼女の要望を引き合いに出会って、すぐの頃から騎士感を覚えていた。休暇の終わりには、翌年にまたキスロボツクで会うこと、そしてそれまでの間に連絡を取り合うことを二人で約束した。1939年1月に彼は自分自身の写真にサインをし、次のような言葉を添えて送っている。花開きつつある詩人へ、慎み深いファンより、 同年4月の彼の誕生日には、メンデリソンは一編の詩を書いて、こう告げている。あなたのキスの首飾り、優しい言葉は贈り物、世界中のすべてのダイヤモンドよりも輝かしい。二人の関係が始まった頃、プロコフィエフの最初の妻は疑いを抱いていた。彼女は、元夫の高い後にインタビューに応じ、彼がメンデリソンのことを、 最初は自分の下手な詩を私に読んでほしいというただの女の子だと評していたと明かしている。その後、彼はメンデリソンが計画中のオペラに適したリブレットを見つけ出す手助けをしてくれるのだと妻に言い、仕事上の理由で彼女と会うことを正当化するようになった。1939年にはプロコフィエフとこの新米詩人の関係はソビエトの音楽界で、 ゴシップの種となっていた。リーナの疑念は、ある自陣から寄せられた情報で確信に変わっていたが、夫がジョージを続けることを妨害するには、力不足であると感じていた。ついに彼が妻に、不倫のことを打ち明けた際、リーナは、彼が、メンデリソンと一緒に暮らすことにならない限りは、自分が反対することはないと返したのであった。同年の秋にはプロコフィエフは、公の場に、 メンデリソンを伴って姿を見せるようになる。一例として挙げられるセミオンカトコの初演の場には妻も居合わせ、三者の間に気まずい空気が流れることになった。この時期にプロコフィエフとメンデリソンは初めてとなる共作、オペラ、修道院での婚約の制作を開始する。リチャード・ブリンズリー・シェリダンによるザ・ズエンナへのリブレットを下敷きとし、メンデリソンが 英語からロシア語へと作品を翻訳した。またプロコフィエフはピアノソナタ第8番のスケッチを開始ししており、彼がメンデリソンに語ったところによると第一楽章のアンダンテドルチェの主題はメンデリソンから霊感を得て書かれたものだという。1944年に楽譜が完成すると彼はすぐにこれを彼女に検定している。1941年3月15日、 プロコフィエフは妻に対して婚姻関係の終焉を宣告した。彼は数日後にモスクワ中心部にあるメンデリソンのアパートに移り住んでいる。トゲトゲしい別れであったにもかかわらず、プロコフィエフは時には友人で仕事仲間のレボン・アトブミアンに仲介してもらいつつ、ディエにした妻と家族に経済的援助を続けた。バルバロッサ作戦で、 ドイツ軍のソビエト侵攻が開始されるとメンデリソンとプロコフィエフはモスクワを脱出することを余儀なくされ、まずクルジアソビエト社会主義共和国、ついでカザフソビエト社会主義共和国へと逃れた。この期間にも二人は多数のオペラの構想に共に取り組んだが多くは破棄されており、そうした中にはレフトルストイの復活を題材とした計画もあった。 そうした中から両名にとって最も重要な芸術上の共同作業となったオペラ、戦争と平和が生まれており、これはメンデリソンの父がプロコフィエフにより似つかわしいとして提案したものだった。第二次世界大戦終結後、二人はモスクワへと戻り、夏の残りをニコリナゴラのダーチャで共に過ごした。同地で彼らがガーデニングや 周囲の森林でのキノコ狩りを楽しむ間、時折友人のニコライ・ミャスコフスキーが加わることもあった。1947年11月22日、プロコフィエフは裁判所に対して疎遠となった妻との離婚手続き開始を申請した。5日後に裁判所から却下の通知がなされる。これは結婚自体がバイマル共和国で行われ、 ソビエトの役所に登録されていないため法律上の根拠を有せず、そのため法的効力がなく無効となるという最低理由だった。二人目の判事が氷決を支持し、プロコフィエフとメンデリソンは1948年1月15日に結婚した。この結婚の1ヶ月後、前妻のリーナはモスクワでソビエト政府に逮捕されて、 グラグへの収容20年の刑を言い渡された。夫の墓に並ぶメンデリソンの墓。ノボデビチボチ。晩年のプロコフィエフは高血圧に近する健康問題に悩まされ、秘書としてまた時に解除者としてメンデリソンの一層の協力を必要とした。彼の身体的な不調が進行していく中でもメンデリソンは彼が普段通りのスケジュールで仕事を維持できるよう、また、 彼が新しい音楽や美術に関心を持ち続けられるようできる限りの助力を行った。1953年3月5日にプロコフィエフは脳内出血によりこの世を去った。死の前に彼はメンデリソンに一緒にいられてよかったと伝えている。夫の死から2週間後、彼女は彼の62回目の誕生日となるはずだった日を記念してソビエト連邦作曲家同盟で、 追悼コンサートを企画した。ドミトリー・カバレフスキー・とレーン・ゴリト・グリエールが3時を述べた後、スビアトスラフ・リヒテル、ニーナ・ドルリアク、ムスティスラフ・ロストロポービチが演奏を披露した。また彼女は作曲者死後の初演となった夫の最後のバレー、石の花のリハーサルも監督していたが、指揮者のユーリー・ファイエルがカットを要求し、さらにボリス・ポグレボフに、 還元学編曲のやり直しを移植すると主張したため、落胆させられてしまった。グラグからの解放後すぐの1956年、プロコフィエフの前妻であるリーナは裁判所に対して、自分がプロコフィエフの唯一かつ適法な配偶者であると、再度の宣言を行うように請願を出した。彼女に有利な形で下された、最初の裁定は1958年3月12日に、 ソビエト連邦最高裁判所によって破棄され、彼女の婚姻には法的、有効性がない旨が再確認された。証言をするために裁判所から出廷を求められた。証人の中には、ドミトリー・カバレフスキー、ドミトリー・ショスタコービチ、ティホン・フレンニコフの姿があった。法的手続きの過程では、リーナの述べた言葉がメンデリソンには、プロコフィエフの名誉を傷つけるものに思えたこと。 そして、リーナが友人として、生願の際に助力を得たフレンニコフを、メンデリソンは、夫の頭痛の種とみなしていたため、メンデリソンは気落ちさせられてしまった。メンデリソンは、夫と一緒に暮らした、モスクワの、同じアパートに住んだまま晩年を過ごしたが、いかに隣人に悩まされているか、そして、プロコフィエフのいない人生がいかに困難であるかを、私的に語っていた。 夫の書類を整理し、彼の音楽の普及に努め、自身の回顧録を執筆することに時間を費やしていた。回顧録のアイデアは、プロコフィエフが書き留めておくようにと彼女に念押しして、抱きつけたものだった。しかし、回顧録の執筆は彼女には、荷が重く、未完成のまま残されることになってしまった。父を年の初めに亡くした後、 メンデリソンは1968年6月8日にモスクワで心臓発作によりこの世を去った。彼女の財布の中には1950年2月の日付の入ったメモ書きが収められており、彼女と夫の署名とともに、私たちは隣同士で埋葬されることを望むと書かれていた。二人の意思に敬意を表し、両名の亡骸はノボデビチ墓地で一緒に葬られている。 死亡日時は長らく秘匿されており、ロシア国民へ公開されたのは、ソ連崩壊後である。彼女の日記は2004年に出版された。2012年には、彼女が夫について書いた現存する記述をすべて盛り込み、拡大した上で再版がなされた。死の2年前、彼女は貴重な個人の所有品を、モスクワのセルゲイ・プロコフィエフ博物館に寄贈している。ありがとうございます。